どうも、ビナです。パース変えていきたいと思います。はい、本日はアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。そして、ギガント学園高校、大幅パワーアップやってまいりました。まずはそちらを見ていきたいと思います。で、こちらなんですけども、新要素、カウンターで、守備の極意を得得しよう。ギガント学園高校のイビキャラが別バージョンで登場。まあ、ドラマーのメイム、そしてギタリストのリツが来ております。キュートなバンド衣装を身につけた、山城メイムがパワーアップ。超特殊能力ブレイブタックルに加えて追加で徹底抗戦のコツを取得可能で、ギタリストの時割率クールなバンド衣装を身につけて、時割率もパワーアップして登場、超特殊能力が、インターセプターや芝刈り機に加えて追加でマエストロを獲得という形でございます。で、イビキャラ紹介なんですけども、こんな感じ。まあ率がねテクニック単体で、メインもオフェンス単体と。まあここはちょっと変わらなかった。まあ2金得になったのはでかいのかもしれませんが、うん、ここは変わらなかった。ちょっと辛いところではありますね。で、この続きを見ていきたいんですけども、まずちょっと大事なことがあります。結局率に人数効果アップがついてるかついてないか、それが結構大事になってくるはずなんですよ。テーブルが大事。率なんですけども、見ていくと得意練習頻度、そして練習効果アップで、練習効果アップ、人数効果アップはなさそうですね。敏捷ボナがついたということで、まあ敏捷をゲットしやすくなったという形かな。まあでも、どうなんだろう。芝刈りは必須となっているんですけども、わざわざ率で獲得すべきなのか。その辺がちょっと謎ではありますね。まあ率、テクニックで敏捷はくれるんですけども、これが、うん、敏捷くれるけど、技術が稼ぎすぎてしまうんではないのかなという懸念がありますので、まあ率を入れるかどうかはまたちょっと、やってみてって感じですね。で、メイムの方は引き続き、やる気ボナもありまして、筋力ボナがあるのはちょっと辛いな。イベント発生アップ、え、待って、え、ちょっと待て、メイムがぶっ壊れの可能性がある。これね、イベント発生率アップ、今まで彼女でしかなかったイベント発生率アップがメイムにございます。ってことはもうメイム入れてて、まあ、招き猫を抜いてドリンク、その辺で攻めてくださいという可能性があります。いや、これ、メインぶっ壊れな。先人谷高校でも使うようになっちゃうよ、こうなると。いや、メインぶっ壊れ確定かもしれません。はい。いや、戦士でこれをつけちゃったらダメでしょう。いや、やべえ、メイン必須級だわ。はい。なんで、ちょっと見ていきたいと思います。続き見ていきましょう。はい、基本能力の、上限アップ、ディフェンスの基本能力上限プラス5に加えて、スピードもプラス3とされます。新入生イベントがパワーアップ、新入生イベントについてギタリスト、リツ、またはドラマーメイムがイベントデッキにセットされている場合、新刊ライブが発生し、モブの部員が増えるようになります。どちらかでいいのかな。両方入れとった方がいいとなるとちょっと辛いところではありますね。うん。対抗戦がパワーアップ、対抗戦でカウンター要素を追加、対抗戦の防御ターンでカウンターが発生する要素を追加しました。カウンターは自分の守備パラメーターが相手の攻撃パラメーターを一定以上上回る場合に発生します。カウンターが発生した場合、自分の守備パラメーターが相手の攻撃パラメーターを上回った値に比例して自分の攻撃力が加算されます。おお、いいね。また、守備パラメーターに得意練習ボーナスがついていた状態でカウンターが発生することで、カウンターを発生させたイベキャラがその練習への出現頻度をアップさせることができます。え？カウンター強ない？出現、やば。でもね、これね、よく考えないといけないのは、メイム、そして、率。これでもしね、買っちゃうとね、テクニックとオフェンスに集まっちゃうんですよ。そうなると、敏捷稼げない、うん。この辺はね、ちょっと研究が必要かもしれません。で、対抗戦にて以下の5種目を新たに追加しました。まあ、テクニック系が増えましたね。うん。今までテクニックって弱かったんですけども、テクニック、これで結構頻度が増えてしまうのが、率が欲しくなる原因となるかもしれませんね。はい。対抗戦での彼女効果について、イベントデッキにセットされている彼女候補のイベキャラとの練習後、イベントを発生させることで、でも対抗戦のサポート、効果は生涯いる。ってことはデートしなくても、練習後イベント来ればいいだけなんで、うん、小森、無理やりデートする必要はないかもしれません。はい。この感じだと彼女になってないことはいいのかな。デートしている場合と同じく2人以上と練習後イベントを発生した場合でも対抗戦でサポートしてくれるランダムで選定された1人だけになります。なので小森1人で彼女はいいらしいですね。対抗戦での選手パラメータの成長について、対抗戦の種目ごとに対象となる攻撃パラメータや守備パラメータ、ただし得意練習ボーナスが加算されている前のいずれかが高い練習、相手と対戦した際にイベキャラの基本能力が成長する値を情報修正しました。なんで、まあ、これが強くなるよって感じですね。はい。
対抗戦の結果を受けてチームメイトのやる気補正について、対抗戦での最終順位に応じて全国大会出場時に、チームメイトのやる気がおいいですね、これ勝ちやすくなるってことね。うん、対抗戦の報酬について、主人公がフィールドプレイヤーであった場合とゴールキーパーであった場合、それぞれ対抗戦後に獲得できる報酬が切り替わるように修正しました。それあこれはありがたいね。うん、ゴールキーパーなのになんでこんなんいるのっていうのがいっぱいあったんで、これは助かります。はい、でコツイベントがアップ、イベキャラに対しても引き寄せ効果を追加、コツイベントが発生した次のターンは他のイベキャラも前のターンでコツを教えてくれたイベキャラのメインとなる得意練習に出現しやすくなるように修正しました。この効果はコツイベントが発生したイベキャラを対抗戦で首相または副将に任命した回数によって強化上限ありさせていただきます。なおコツイベントが発生したイベキャラと別のイベキャラが次のターンに同じ練習場所に出現した場合、その練習場所では前ターンにコツイベントが発生したイベキャラ以外のコツイベントは発生しません。お、これ熱いな。ってことは、メイム無双をしやすくなったってことですね。うん。メイムと、メイムが踏んで次のターン、ディフェンス、オフェンスに行って、で、そこでの、うん。誰だ、他のリッツとかがいても、リッツはコツが起こらなくなる。なので、ひたすらメイムを踏めるという形になるかな。ってことは、これはメイムというよりかは、天野くんがマジで神ゲーになるかもしれないですね。はい。ポイント交換、がパワーアップ。ランキング画面から ポイント交換が可能に。ランキング画面に追加されたポイント交換ボタンを押すと、ごとでカタログを表示する機能を追加しました。ただし、ポイント交換が行われるのは、対抗戦のシーズン1の終了後、5月1週からになります。なお、ポイント交換できる商品は最大5個までとなります。うん。で、フィジカルモンスター、シルキーパス、ディフェンスリーダー、ミラクルセーブ。で、ビルドアップ、オーバーラップ、攻撃的サイドバック、守備的サイドバック、ゴールキーパーの攻撃的守備的。お、いいですね。まあ、正直ね、金徳の方は微妙だ。微妙だけども、うん、これは結構ありがたいです。ミラクルセーブ獲得できるのはありがたいですね。ゴールキーパーでね。はい。これはちょっと取りたいですね。はい。取っていきたいと思います。はい、そして、一部の商品の購入ポイント変更という形が出ておりますね。うん。起死回生が20万ポイントに減ったのは結構助かります。はい。で、上記の交換ポイントとなるのはセンターバック、サイドバック、ゴールキーパーのみなので、まあ、ボランチャはまだ引き続き作りづらくなっている状態です。はい。皆さん、この機会に銀アンド学園高校をやってみてください。まあ、自分もね、攻略動画はどんどん出していきたいと思います。で、まあ、ガチャが来ておりますね。ガチャが来ております。うん。この、パワーアップ記念ガチャとしまして、うん。やっぱり来ちゃったよね。そんな予想はしたよ。うん。まあ、ナゴとコモリも入ってきたんだな。うん、初回、SR20%。SR 確定のピックアップ 20%。で、ピックアップ、2回目がピックアップ確定ではなく、20% の SR50%、PSR50%。で、3回目が SR 以上確定、ピックアップ、指から確定。4回目、ピックアップ、2回目と一緒ですね。4回目は。うん。そして、5回目、PR 以上確定。で、6回目なんですけども、いや、ここで PSR 弾けるか弾けないか、だいぶ変わってきます。うん。ドラマー、メイム。そしてギタリスト、トキワリツ。どちらか確定。いや、俺もうメイムが欲しすぎるんですよ。メイムの、やっぱ招き猫の効果、むちゃくちゃ強すぎると思います。頑張って弾きたいと思います。はい。弾いていきましょう。皆さん、メイムは、持っとくべきだと思われます。まあ、ビニショーが欲しいと思うとね、やっぱりね、こっちのガチャも弾きたくなるんですよね。天野くん。天野がマジで強いです。多分強い。なので、迷いどころです。あとは、ね、このミラクルハート。これがゲットできないとね、ちょっときついんだよな。ついにやっとね、ディフェンスバッジも復刻ということで来るんですけども、うん。ミラクルハート。3回目、5回目。50連いかないとゲットできません。ディフェンス110作るのはちょっときついですね。で、引き続きディフェンス上限を110にしようと思うと、カイ君を入れないといけない。まあ、そうなるとね、カイ、メイム、リツ、ここでね、前指が3つ埋まっちゃうんですよ。そうなると、この右端のマテウスが入らなくなります。はい。マテウス、なんで引かせるっていう感じですね、自分的には。うん。まあ、率を抜いてマテウスっていう可能性もあるけども、ちょっとこれ、ここはマテウスじゃなくて、できれば日本代表の結城くんとかにしておいた方が良かったのかなと、自分は思いますね。はい。で、引き続きこれなんですけども、パワースターの安石が来ております。あとはログインボーナスが来て、チアフルリズムも並ぶようになったらしいですね。はい。まあ、欲しい方は取ってみてください。で、ノーマルガチャ、PN ガチャにイベキャラを追加しました。いろいろ追加されておりますね。架け橋とかも来
たんだ。まあこれはセレーネとかも出るのか。まあノーマル PN なんでどっちでもいいです。あとはサクチャレ来ておりますね。サクチャレがパワーアップ用に来ております。でこれなんですけども、まあ、ポイントとしましては、ギガントエクスプロージョンで獲得した経験点にチャレピーボーナスということで、まあ、エクスプロージョンを起こしていきましょうということと、あと部活対抗戦で獲得した経験点にチャレピーボーナス。これは2倍か。対抗戦頑張った方がいいんだね。じゃあ、完全勝利目指した方がいいんだ。で、マイポイント交換で獲得したポイントがチャレピーに 1% 還元と。まあ、この3つを考えてやりましょうと。で、今回ね、試合がちょっと大変になると思われます。まあ、こんな感じでね、発動超特殊能力が変わってきてます。で、試合的には正直、必殺シュートがないんで、そこまでポイント稼げないと思う。この辺、まあ、ポイント、芝刈り機プラス3を取って、あとは運ですね。ここはもう確実に運になると思うので、まあ、頑張ってください。で、これはまたやるんで、まだ見てください。っていう感じですね。はい。で、ライセンスカードっていうのが来てます。まあ、プロフィールのところに、まあ、自分の好きなキャラとか、まあ、称号とかを飾っておけると。自分の、まあ、自己紹介がこれでできるようになってるということなので、まあ、自分は、うん、見てよ。またやってみたいかなと思います。まあ、それ整理したら、また、皆さんに公開をさせていただきます。まあ、ツイッターの方になるのかな。うん。で、パワーマッチの方も、なんか、スコアとかありますんで、まあ、みんな頑張って、うん、スコア上げてくださいっていう感じですかね。ウィークリーリーグの方は2021年1月4日金曜日の結果発表以降の、うん、もっと前ね、一番序盤からなら1位取ったこと何回もあるんで、220だったんですけども、ちょっと残念なことになっております。はい。あと、フェスマッチっていうのがベータ版テストで実施されております。これはね、自分ちょっとやってみて、明日でも解説動画出したいと思ってますので、そちらを見てください。はい。では本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。